リドルジョーカー。パニクっちゃって本当にごめんなさい。来てくれてありがとう、有原くん。やってくれるの？ありがとう、助かる。どこから何が出てくるかわからない展開、一つのミスが死に直結するドキドキ感、そんな恐怖を堪能してこそゲームを満喫したことになると思うの。いわばプレイする側の礼儀なのよ、これは。なんか辛辣じゃない。やっぱり怒ってる？もしかして有原くんもホラー系は苦手？それなら大丈夫。最近のゲームは説明書とか読まなくてもいいように作られてるの。ゲームを初めから進めればチュートリアルみたいなものがあるから。